タキシラ、またはタキシラはパキスタン・パンジャーブ州にあるガンダーラ時代に始まる遺構である。その歴史は紀元前6世紀まで遡ることが可能であり、六波哲学の一つであるベーダンタ学派、またインドの仏教の中心の役割を果たしてきた。1980年にユネスコの世界遺産に登録された。タキシラは 歴史的に三つの重要な交易路が交差する場所に一致していた。一つは、マガダ国の首都パータリプトラから続く道であり、一つが、バクトリアやペシャーワルといった北西から続く道、最後の一つが、シュリーナガル、マーンセヘラー、ハリープル渓谷を経由して、シルクロードへとつながる道である。タキシラは、パキスタンの首都イスラマバードの西、もしくは、 ラーワルピンディーから北西に、それぞれ約3 5トルのグランドトランクロードから少し外れた場所にある。伝説上では、タクシャシラという王国がタキシラを中心とする地域を支配したとされる。サンスクリットでは、タクシャシラとは、タクシャ王に所属する土地を意味する。タクシャは、インドのジョジシ、ラーマーヤナに登場するバラタの子供とされる。また、 インドを代表するもう一つのジージシマハーバーラタでは、クル王国の大観がタキシラで行われたと伝えられている。タキシラの始まりは、アケメネス朝における一州として出発している。時代としては、ダレーオス一世の時代とされているが、アケメネス朝によるタキシラの支配は長いものではなかった。また、パンジャーブ州には、高校学場、 アケメネス朝時代の遺構は残されていない。紀元前518年にアケメネス朝の支配が始まったとされる。ダモーダル・ダルマーナンド・コーサンビーの説によれば、タキシラとは、大工を意味する、タクシャカという言葉と関わりがあり、このタクシャカは、ナーガ族の別称であった。紀元前326年、アケメネス朝を征服したアレクサンドロス大王が、 ヒンドゥクシュ山脈を越え、インダスガー流域に侵入した。当時のパンジャーブ地方は小王国が乱立していた状態であり、タキシラを支配していたアーンビはアレクサンドロスに加勢した。その結果、アレクサンドロスはパウラガの王で、性敵ポロスを撃破することに成功した。その後、アレクサンドロスは将軍ユディマスを派遣し、サトラップとして派遣していた。 キーさんをインドから引き上げさせた。紀元前321年、チャンドラグプタが現在のパンジャーブ地方を含む北西インドの征服に着手を開始した。その後、チャンドラグプタはマウリア朝を建国するに至った。タキシュラを含むパンジャーブ地方はマウリア朝の支配下に入った。チャンドラグプタの孫であるアショーカ王の時代にはタキシュラは仏教の中心地となった。 とはいえ、必ずしも、滝白自体は、マウリア朝に完全に服従していたというわけでもなく、たびたびマウリア朝に対しての反乱が起きた。滝白で発掘された効果、滝白は、マウリア朝の滅亡の現場にもなった。紀元前185年、最後の王であるブリハドラタが部下によって暗殺された。この頃、パンジャーブ地方に隣接するガンダーラ地方では、 デメトリオス一世率いるグレコバクトリア王国の活動が活発となっていた。バクトリアはガンダーラを征服し、さらにパンジャーブ地方を経てインダス川流域を征服した。デメトリオス一世は滝シラの対岸にシルカップを建設した。インドグリーク朝とも呼ばれるこの時代、数回の王朝交代が起きたが、その間、滝シラは王朝の都として繁栄を極めた。 この時代に鋳造された貨幣が滝白の遺跡から出土している。インドグリーク朝を滅亡に追いやったのはスキタイ人である。紀元前90年、スキタイ人の部族長が最後のギリシャ系の王を滝白から追放した。紀元前25年にはゴンドファルネスが滝白を支配し、その後インドパルティア王国を建国することでパルティアから離脱した。その際にもタキシラは、 インドパルティア王国の首都として機能した。76年には、クシャーナ朝が建国される。その後、クシャーナ朝の下ガンダーラ美術が開花する。しかし、5世紀になると遊牧民族であるエフタルの侵入を受け、タキシラに建設された仏教寺院やストーパは破壊されてしまった。タキシラの発掘は、1872年に、イギリス人考古学者、 アレクサンダー・アカニンガムによって始まった。数多くのガンダーラ美術の傑作が滝白から発掘され、1913年から1934年の間には、ジョン・マーシャル教による発掘作業が行われた。マーシャル教による発掘された出土品は滝白博物館に展示されている。滝白高校遺跡は、紀元前6世紀から、 エフタルの破壊による5世紀までの約1000年間の歴史を刻んでいる。ヒンドゥー教及び仏教の宗教センターの役割を果たしつつも、パンジャーブ地方における政治、経済の中心地であった側面を持つ都市遺跡である。時代を追って滝白高校遺跡の概要を説明する。ビールマウンドは滝白の都市遺跡の中でも最も古い校である。混雑した丘を意味する。 南北1100メートル、東西670メートルの範囲に広がっていた。四つの層から形成され、一番古い層はアケメネス朝時代のものである。第二層はマウリア朝時代のものである。バクトリア王国時代にシルカップが建設されたため、放棄された。ダルマラージカーはパキスタンにおける最後の仏教遺跡の一つであり、建設はアショウカ王の時代に遡る。 仏教に帰していたアショウカ王は仏陀の聖遺物を収集し、八つのストーパに分納した。ダルマラージカーは、そのようなストーパの一つであり、高さ15メートル、直径50メートルのメインストーパの周囲には、小ストーパ群が建設された。小ストーパの建設は4世紀まで続き、また、多数の指導や僧員が建設された。ダルマラージカーは、 西暦30年頃の大地震を経験しているが、カニシカ王の時代に大幅な補修を受けている。メインストーパのドーム部分は仏教の宇宙観を表現した7つの傘が積み上げられている。また、彫像を収める基部の支柱はコリント様式が用いられている。ダルマラージカーではインドグリーク朝のオゾイロス2世を刻んだ効果も発掘されている。ジャンディアールは、 紀元前2世紀頃に建設された。バクトリアによる建設であり、ギリシア神殿の様式を持っている。正面のポーチを4本のヨニア様式の支柱が支えていたとされる。ジャンディアールの神殿は、ジョン・マーシャルの手によって発掘され、マーシャルは、ここの神殿を、ゾロアスター教の神殿ではないかと推測している。紀元前75年頃のサカ族の攻撃で、神殿は放棄され、 30年頃の大地震で崩壊したとされる。シルカップのストゥーパイ石。ギリシャ風のコリント式装飾が特徴。シルカップはタキシラの台湾に位置し、バクトリア人によって建設された。2世紀にクシャーナ朝により、シルスフが建設されるまで首都としての機能を有していた。町を南北に貫くメインストリートの存在。5番目上の都市形態であり、家屋は、 石灰岩のレンガを積み上げた上で、その上を泥や壁土で塗装したものも見受けられる。北に置かれたメインゲートから南に100メートルのところには仏教寺院が設けられ、さらに南には相当の和紙のレリーフを掘り込んだストゥーパが建設されていた。インド、ギリシア、イランの3つの文化の融合を示す象徴である。都市の南部は王宮であり。 越見室やハレムが設けられた。ジョーリアーンのパノラマ滝白高校遺跡の北東に位置するジョーリアーンは、滝白を一望することができる丘の上にある高校遺跡である。2世紀のクシャーナ朝時代に建設されたジョーリアーンにも、また、ストゥーパと総員が建設された。メインストゥーパの周囲には、小ストゥーパ軍が展開していると同時に、様々な彫刻軍が施されている。 メインストゥーパの東側に僧院が広がっていた。僧院のありし日の姿は中庭を僧帽が囲む形で建設されていた。ジョーリアーンで発見された瞑想する仏ダの座像はグレコインド様式からグプタ様式への過渡期に作られたものである。ジョーリアーンの西側に位置するピプランの僧院は東西で建設された時期が異なる。東側の僧院の建設は一世紀の建設である。 中庭のストゥーパを囲む形で僧帽が並ぶ。西側の僧院の建設は4世紀頃とされる。ありがとうございます。